それは社会人1年生の夏のことです。その日は仕事が忙しく、最寄り駅に着いたのは深夜でした。そして私はいつものように家に向かったのです。ここは近道ですが、墓地の真ん中を通るので普段は使いませんでした。でもその日は疲れていたので、この道で帰ることにしたのです。私は一刻も早く逃げたかったのですが、体が動かないのです。そして、乗せてください。すると、私は何もしていないので自転車が動き出したのです。おかしな言い方ですが、その女は存在しているのに存在していないようでした。しばらくすると、ありがとうございました。彼女はこの学校の生徒だったのかもしれませんが、あれ以来私は近道をせずに家に帰っています。